旅団戦闘団は、アメリカ陸軍の基本となる展開可能な、機動部隊である。旅団戦闘団は、戦闘兵下の1個機動旅団と、それに付属する支援部隊と、砲兵部隊により構成され、ペントミック編成に改編される、以前の、すなわち三単位制師団時代の連帯戦闘団に、相当する。通常、指揮官は大差であるが、稀に順序が補正られることもある。 旅団戦闘団は、親師団から離れて、作戦を継続するのに必要な支援部隊を伴っており、以前は、師団砲兵から受けなければならなかった組織的な砲兵支援を行う部隊も含んでいる。第34不評師団第1旅団戦闘団の4000名以上の将兵たち。旅団戦闘団は2000年代からの米軍再編計画の下で採択された。 新しい戦闘単位である。米陸軍再編では指揮統制の迅速化と戦力投入の効率化のため、従来採用されてきた旅団、師団・軍団、軍という四段階の指揮系統が見直され、UX、UA として再構築された。このうち戦術改定における実戦部隊であり、また最も小規模な戦力単位でもある UA を具体化したのが旅団戦闘団であった。 旅団戦闘団は一見すると既存の旅団と大差ないように見えるが、米軍全体の再編成に伴って大きな変化を遂げている。従来のアメリカ陸軍旅団は典型的な手段内旅団であり、諸兵か連合作戦を遂行する能力はなく、また各種の広報支援部隊などをほとんど持たなかったため、旅団単独で海外に派遣されることはなく、 部隊を動かす際には戦力を蓄次抽出して、戦闘団を編成するか、あるいは、師団全体を動かすしかなかった。これは、軍政上の都合で、連帯制度を廃止した後、同等の機能を持った単位が必要とされたため、旅団に肩代わりさせざるを得なかったからである。これに対し旅団戦闘団には諸兵科連合能力と最低限の広報支援能力が与えられることにより、 最低限の追加部隊の配属のみで世界中のどこへでも派遣し得るようになった。これらの BCT は小規模の手段として親部隊から独立しての活動が可能となり、一方では BCT に所属する兵士たちは3年間止まることになった。このことが準備体制を補強して部隊の団結を高めた。なお、アメリカ国防総省が2010年2月1日に 発表した QDR では、陸軍全体で73個の旅団戦闘団を維持することとなっている。その内訳は40個不評旅団戦闘団、8個、ストライカー旅団戦闘団、25個、気候旅団戦闘団とされている。その後現役気候旅団戦闘団17個、現役ストライカー旅団戦闘団8個に変更された。2013年6月25日に、 旅団戦闘団の現役部隊を45個から33個に2017年9月末までに削減することが発表された。ストライカー旅団戦闘団8個は不変だが、気候旅団戦闘団が17個から11個、不評旅団戦闘団は10個から6個、不評旅団戦闘団は6個から5個、不評旅団戦闘団は4個から3個に削減される。ただし、 戦力の低下を最小限に止めるため、飛行旅団戦闘団と不評旅団戦闘団の編成を変更し、例下の戦闘部隊を2個大隊から3個大隊に増やした。不評旅団戦闘団は、半 B で移動し戦闘時には降車する軌道不評の大隊に基づいて組織化したものである。それぞれの旅団の形式も同じ組織を持つ予定である。各不評旅団は、それらが正式に 空中教習旅団として指定されようと稲とに、かかわらず空中教習作戦能力を備える。不評、BCT は3個不評大隊と、騎兵、野戦砲兵、旅団工兵、旅団支援の各1個大隊の計7個大隊より構成される。総兵力は2014年現在4413名。アメリカ陸軍不評旅団戦闘団の組織図格。 イブクトは三つの不評大隊から構成される。これら三つの大隊は、それぞれが650名ほどの人員で構成され、旅団の主な作戦行動要素となる。スたタ兵大隊は、各種の偵察及び威力偵察任務を遂行する。また、これらの部隊は、BGM-71 と対戦車ミサイルを有しており、主力の援護に用いられることもある。この気候旅団戦闘団は、 陸軍の主要な気候戦力である。これは、M1 エイブラムス戦車と M2 ブラッドレイフ評、戦闘車を含む、諸兵科連合大隊を中心として計画された。気候旅団戦闘団は、3個諸兵科連合大隊と、騎兵、野戦砲兵、旅団工兵、旅団支援各1個大隊の、計7個大隊により構成される。2014年現在の総兵力は4743名。 気候旅団戦闘団は2012年前半20旅団戦闘団から解消された。アメリカ陸軍気候旅団戦闘団の組織図くアブクトは3つの諸兵か連合大隊から構成される。ストライカー旅団戦闘団は完全に新たなストライカー総輪走行車両を中心として計画された。このストライカー旅団は不評旅団戦闘団や気候旅団戦闘団と異なった組織になっている。 ストライカー旅団戦闘団は3個、ストライカー不評大隊と、騎兵大隊、野戦砲兵大隊、旅団支援大隊、旅大公兵大隊が、各1個大隊ずつの7個大隊と、1個、旅団司令部と司令部中隊より構成されている。2014年4月現在の総兵力は、約4500名で300台以上の各種ストライカー装甲車を保有する。 アメリカ陸軍ストライカー旅団戦闘団の組織図、核、SBCT は3個不評大隊から構成される。ありがとうございます。